母ちゃん母ちゃんさ、いつも口癖みたいに言ってたよな。俺が何か悪いことするたびに、そのたびに母ちゃん俺に気をつけなさい気をつけなさい毎日のように言ってた。だけどさ母ちゃん、母ちゃん俺本当は何やってんのお前。あ、ちょっとおにぎりぐちゃぐちゃになってる。うん、あ、ほら母ちゃん大丈夫だ。母ちゃん、うん、母ちゃん母ちゃん俺本当は母ちゃんのために何かしたい。毎日そう思ってた。だって母ちゃん、ご飯ですよ待って、チキンツナマヨネーズですよお1年間この船乗ってきたけど、なんだかんだ楽しかったな。お前そんな遠慮の感じやめろよ。楽しかったな。楽しかったな。みんなでバカやったのもいい思い出だよな。そうだな。沈まなくてもあと3日だな。そうだな。待ってくれてる家族のためにも絶対帰んなきゃ。そうだな。諦めるか。そうだな。おい、無理だって。水傘見てみろよ。いやいやいや、今の流れで諦めるのおかしくね。ああ、ちょうちやんこもいる。おい、あれイルカじゃね。おいって、俺帰るとこねえんだもん。え、お前でも母ちゃんの弟もいる。嘘ついちゃったんだよね。嘘ついちゃったんだよね、お袋に。なんで。特攻隊配属されました。むしろ死ななきゃいけないんだよね。そうだな。っていうか穴開けたのもわざとなんだよね。ドリルごっこで穴開くわけないじゃん。確かに。だから一緒に死んでください。よく生きて帰れましたね。いやー、全く運が良かったとしか言いようがない。全く納得。どうやって助かったんですか。しがみついとったらね、連れてってくれたんですよ。何がでしょうか。